亀のイバス株式会社は、大分県東部を営業エリアとする、西日本鉄道系列の乗り合いバス、貸切バス事業者で、別府市を中心に、湯布市、宇佐市、早見郡肘町、久す郡九十町の一部で、路線バスを運行している。また、湯布市より委託を受けて、湯布市、コミュニティバスの一部路線を運行している。 九州観光の祖と言われた油役間八が、別府地獄巡りの遊覧輸送を目的に、亀の井旅館のバス事業部として設立。創業と同時に運行を始めた、別府地獄巡りは、国内で最も長い歴史を持つ、定期観光バスである。また、日本で、初めて女性バスガイドを採用した事業者でもある。本社所在地は、 大分県別府市大浅鶴見3825番地の1以下の各営業所、車庫を持つ。運行休止中2018年7月1日から運行されている青鬼ラッピングの車両別府駅と北浜バスセンターから乗車できる。別府地獄巡り別府地獄巡りコースは別府市内に多数存在する様々な機関を呈する自然輸出の源泉地獄を 観光名所化した別府温泉の定番観光コース。名称、別府の地獄に選定されているものも含め、7つの地獄を周遊する。なお、2018年7月1日より、青鬼をモチーフとしたデザインのラッピングが施された専用車が使用されている。別府市内の路線は、ほとんどが30分や1時間間隔で運行されている。また路線網は 網目状になっている。野口原鉄輪、サファリ方面7系統の延伸に伴い、15系統、17系統のリハビリテーションセンター正門前までの乗り入れが廃止された。スパット5車両で運行される41、系統1000人殿行1000人殿、サファリ別府駅、西口方面は5系統として、運行、43、 上天間天間須崎、千人殿平日朝片道一便のみ運行。終点の千人殿から、大港北部バスアジム行きに接続線、山形面浜脇別府駅西口関海寺線、関海寺線と浜脇線は2012年3月16日までは8番として、同一路線だったが、翌日のダイヤの改正で、別府駅西口にて、系統分離され、 次のイパレス方面は8番、浜脇方面は10番となった。平日一往復のみ運行。鉄林、観光港別府駅山手鉄林方面ぐるっと、豪石垣方面別府ロープウェイ、湯布院方面一部の便は、白河湖畔経由での運行ユフフン号、別府交通センターマイナスフェリーサンフラワー前から、塩見町娘電、鉄林。鉄林口海地獄前本坊図別府。 自衛隊前から、別プロープウェイトリー城島高原パークイノシシの、瀬戸湯部登山口マイナス中の原武本、湯部緑通り入口湯吹駅前、バスセンター内聖棚田,田線、スクールバス全路線学校休校日は運休である。名豊か幼稚園関係者のみ、利用か。鶴高スクール線湯ぶ市、コミュニティバス亀の伊バス株式会社委託分のみ掲載、塚原線。 竹内牧場湯布院庁舎前から湯布院駅前バスセンター日金曜日のみ運行される湯平線倉本入口から湯平駅前健康温泉建前月木曜日のみ運行される湯平スクール線倉本入口湯布院中学校前から湯布院駅前バスセンター平日のみ運行される塚原スクール線塚原牧場岩尾病院前から 湯布院中学校平日のみ運行される。湯ブシシャトル線湯布院駅前、バスセンター、南ユ駅前省内庁舎平日のみ運行される。2012年11月26日から観光客にもわかりやすくするために市内の主要観光地を経由する路線を愛称をつけて運行を開始。各路線に専用の顔がついたラッピング車両を1台ずつ運行中。 その他の一般車両には、前面と側面にプレートを張っている。各路線ともに30分間隔で運行している。夜行高速バス、分5号、堀った経由線3団地線4、別府駅西口市役所前、冷戦時堀った奥山団地平日夜片道1便のみ、運行石垣、鉄輪経由、APU 線9、別府駅西口幸通りから、 北石垣鉄林明番 APU 立名館、アジア太平洋大学餅が浜経由別府駅1022、南原鶴見病院東口南石垣餅が、浜別府北浜別府駅平日朝片道1便のみ、運行、ルカは、堀田経由城島高原線31、別府北浜ルカは、冷泉寺堀田、ロープウェイトリー城島高原パーク。別府駅西口から、 枝号、ゆずの木、堺線32、別府駅西口、冷泉寺掘った、ロープウェイ鳥石高湖畔かぐらから、枝号33、別府駅西口、冷泉寺掘った、ロープウェイ鳥井城島ゆずの木34、別府駅西口、冷泉寺掘った、ロープウェイ鳥石高湖畔椿堺、大分駅別府、湯布院線十八大分駅急行別府駅別府,駅別府北,北,北浜、 横断道路鉄林、ロープウェイトリー城島高原パーク湯布院駅前、バスセンター現在の観光快速有林のもととなった路線である。自社が建設したビルを商業施設に賃貸する、不動産事業も行っている。これらの企業は、亀のイバスと同じ亀のマークの車掌を使用している。ありがとうございます。